リントの小話。はい、どうもリントです。はい、今日のリントの小話はちょっと怖い話です。消えた iPhone。 はい、先日仕事から帰宅している時のことなんですけれども、私は iPhone を上着の右ポケットに基本的に入れているんですね。もしくは右ポケットかな、ズボンの右ポケットに入れているんですけれども、帰宅時に曲を聴いていて、まあ、曲変えたいなって思ったんですよ。で、iPhone を、まあ、取ろうとしてポケットに手を入れたんですけど、そこに iPhone がなかったんですね。で、あれないなって思って、あ、間違えてカバンに入れちゃったのかなって思って、カバンの中でガサガサガサって探したの。でも、カバンの中見てもないんだよね。で、いや、おかしいなって思って。だから、まあ、歩きながらもゴソゴソゴソって探してたんだけど、ちょっと一回立ち止まって、カバンの中を探したの。でもね、ないの。でもね、ないわけないのよ。だって、曲変えたいなって思って、Bluetooth のイヤホンからね、曲かかってんだもん。だから、ないわけないのよ。でも、探しても iPhone なくって。で、上着のポケットにも、で、パンツのポケットにもなくって、焦ったから、近くにあった、まあ、ベンチ、まあ、座れるところに座って、再度カバンを漁ったのね。いや、でもないなって。いや、でも、ないわけないじゃんって思いながら、いや、おかしいな、おかしいなって思って、その時にね、左手を見ると、そこに、iPhone 持ってたんですよ。はい、なんで気づかなかったのかわかんないくらい、ちゃんと左手で iPhone 握りしめてたんだよね。でも、なんで気づかなかったのかが、今でもずっとわからなくて、怖いです。じゃん、じゃん。はい、みんなも東大元暮らしには気をつけようね。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、Twitter もやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。